あ、なにフェードアウトした。お、なんだ <laughs> うん。なにしてんのなんで、なんでしゃがみ込んでるのあ何？なにあ今、落とし穴に落ちたみたいな。あ、いや、そういう、え、どうなってんのこれ。<laughs> どこ、ここ。 落ちたのかそれとも、下の階に行ったのかどこここ急行車みたいなとこ来ちゃった。お音いいねー <laughs> こういうホラーゲーム独用のさ、この歩いた時の音いいなー。あ、開いてるちょっと待ってね。開いてるけどちょっと待ってね。まずこれを見る。あれ見れない。あ,あ、 怪奇現象について、えー、帽子の参加にある、えー、青上町、そこには怪奇現象が発発している。えー、さっそうとした。さっそう。<laughs> さ、えー、名前とは裏腹に、その町には不可思議なことばかりを起こり続けている。丸。その中にも、えー、青上高校には天候性をもたらさないと不幸が起こるという噂があるらしい。天候性をもたらされ持てなもさないとダメだと思うんだけどな、俺はむしろ。<laughs> これあ、開、開いてんな。無視しちゃう。いや、めっちゃ開いてるわ。 先も開いてるし、ここも開いてるわ。あ、メモいっぱいあるわ。てか。入ったらなんかある。めっちゃ目もある。うわ。ねえ、知ってる深夜の青金高校の PC 準備室では、自分の地で絵を描いて死んだ女の子を霊が出るんですかって。なんで自分の地で絵を描くんだ <laughs> え、ダイイングメッセージが出て、自分の地で絵を描くの。何描いたいのカービィかなんえなのこれ急になんか、これ噂じゃなくて、ただのメモ書きになってもすけますけど、噂じゃないよね、これ。メモ書きというか愚痴だよね。俺の自由帳みたいになってるぞ、これ <laughs>。俺の小学校の自由帳かもううるさいな騒ぐなら他のところにやってほしいな。消えちゃえばいいのに <laughs>。そこまでは思わんだろう <laughs>。 周りが騒いでてもそこまでは思わんて普通まあよほどのことがないと思わんて隙間取らしてくんねこっちから回ろうああ皆既演唱任や聞き込みによると青髪高校のビューチューム一緒や誰にも描けない絵を描くことに執着したあまりに自分の地を絵の具として使用して実施,え実施した女生徒がいるという そして夜中にその便日事務室を覗くとその女性がさまようと噂されている。そんなオンリーワンやらなくても。そんなもともと特別なオンリーワンなのにさ、もともと特別なオンリーワンなのにさらにそこにさ自分のオンリーワン乗せやんでもええって。大丈夫だって <laughs>。何かしらちゃんとね自分で自分だけのものって作れるって。大丈夫。小説書こう小説。うん。俺だってね。メモが多いな。メモがフラグになって後ろから。あれ こんなんあったっけあったよねあったか。あったか。ごめん、あった、あった。ここにもメモがあるってことだよねなんか勝手に扉が閉まったりしないかなしないな。はい。あ。えー、しかし、消せないことが一つある。誰にも描けない絵を描きたいという噂自体がフェイクなのではないだろうか。自分の血を絵の具として使う選択をしていて、彼女はすでに正気ではなかったのではないだろうか。 この解禁所を根本化してるにはさらに深掘りした方がいいかもしれない。はあ。なに、誰かに騙されてとかね。あの、なんか、俺の中学のいじめとかだったらそれはあり得そうなんだけどね。例えば。<laughs> おこれは噂というか、だからメモ書きなんだよな。美術準備室の呪いってかなりやばいらしいよ。え、もしもしだけど、深夜の美術準備室に閉じ込められたら、 何かの絵の具に材料にされるかもね。メルトは <laughs> <laughs> 教室そのものには何もないよね。あ、なんか書いてある。あ、読めない。こういうの読みたい。<laughs> こういうの読みたいな。読めないのか。なんかね、某ホロホロのね、グラフィックとかやったらね、こういうところに小ネタが挟んであるんですけど、完全ホラーでやってきてますね。面白い要素が入ってません。<laughs> あ、何これなんか、ゆい、なんか、 威厳のあるお寺さんだこっちから出ると何かある何もないここにもなんかちょっと明るいなここ他のと違ってなんか机でちょっとここだけ一列ないんだなここだけ机一列ねえななんだあ転校生をもてなさなかったも全員黒板に文字が書かれてあるうん 転校生をもてなすっていうものがあったからね。全員英語材料にでもなったの調べていいあ、なにこれちょっとなんか違うよ。ノートになってる。とある生徒のノート。転校初日うちで緊張していけど友達ができた。これからもずっと友達。永遠に、と書かれている。ノート一冊に隠れちゃうやろいや <laughs> いや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 、ノートブーク、ちょっと。<laughs> ノートブークちょっと <laughs> あのー、ノートブーク <laughs> そんなにノート一つにこの文章だけ書かんといてくれるか <laughs> あ、俺の自由帳より無駄な使い方してるぞ <laughs>。これ近づくとなんか、全員何になるんだろう。近づいたらなんか書いてくれそう。あ、調べられるのちょっと待って、調べる前にちょっとこっち調べるわ、そりゃ。実況者的にはこっち調べるんでしょ 回帰が起こる街日中でも暗く異様な雰囲気の青森町の海青海ちゅうちょっと海になっちゃった森だ森真夜中にその森の奥に行くと何人もの子どもが徘徊してると噂されるそしてその子どもに近づいたよなんかよくある話だなそれはなんか割とそれはよくあるなんか怖い話シリーズみたいなやつだなそもそも森にね深夜に真夜中に行くもんじゃないよ樹海じゃないんだから これは調べたら変わるねはいあれあれいいキーで調べてんだけど何もないぞあ, <laughs> あだって、ね、ああ <laughs> 先駆者そんな力強くあけるパワーキー女子じゃん完全に今の。 そんな力強く。あれ消えちゃった。自分で消したのかなあんなガラガラーってそんな自分で強く力強く開ける周りと見た目のわりにパワーありますね、あなた。ガンなんかあるんじゃねえかヘッヘッッヘヘッヘッヘッなんでここに落とされたかなよくわかんないな。 てか、この主人公は何者かだよ。記者か、その、もてなせなかった生徒なんか。あ、でもあそこは閉まってるよ。いや、あそこから入れるわ。奥から入れる。で、何これノートだ。ノートブック。んノートブックかこれなんだえ、えぇー <laughs> あ、びっくりした。長寿、長寿劇場。最強新人、ね。新ね、なんやねん、これ。怖い怖い。<laughs> そのさ。 すごいな。術語こんな並べる <laughs> 術語並べまくってますやん。はい。オカルト雑誌特集語。うん、これさ、表紙的に買わないだろ、これじゃあ。これ売れないぞ、この表紙は。<laughs> こんな表紙で本屋開いてあったらさ、多分ね逆、もう昼間から見ても怖くなって誰も買ってくれねえぞ、これ。不 <laughs> 不思思議議というももの有名なが七不思議以外にも、えー、階段は山ほどある丸その中には 展開する教室という階段が操作する。え、なに教室もあんの深夜の教室で、机アイスが勝手に動いている。まあ、よくあるね、それ。よくホラーゲームでね、死ぬほど動いてるわ、机アイスなんざ。<laughs> もう何でも動くよ。もう勝手に時計もピアノもね、全部動く。ああ。フォルター外出的な階段なのが、その教室に入ってしまうと、特別なことをしないと永遠に閉じ込められると、噂されている。それが今のこれかい。それがこれかい。入るよ。 閉じ込めるんでしょあれ閉じ込めない。優しい。あれ椅子ないなこの教室は今度は椅子なくなったななんかいろんなもん消えてくな机が1列消えていくとか、なんか椅子ないとか、授業受けづらいで。ロッカーの数と机の数が一致してない。よく見たら。<laughs> ちょっとここだけちょっと嫌やななんか、この教室の配置さ、見て。4列4列はわかるんだけどさ、 ここに一つってやだよね、なんか。<laughs> なんかわ、なんか学生の頃のさ、自分のさ、なんかさ、立ち位置みたいになってんじゃん。ちょっと、ちょっとなんか、俺だけ端っこみたいになってんじゃん。二つ光ってんな。こっちから読むかこれはえ数学 3! 嫌だな、俺算数までなおかんの。高校教科書やったわ。よかったよかった。えー、青海高校に買う生徒が持っている教科書。 え、ああ、これは何え、何え、何え、何に何,何,何使用感をそこまで感じない教科書が、それを日本図書、天候戦ものだろうかあ,あの、え、そのもの、えー、<laughs> え、ものの解説なの急に。なんか今までなんかメモとかだからなんか書いてあるのか思ったらさ、違う違う。ものの説明だったわ。<laughs> <laughs> まさかの解説文だったわ。これ何超常 <laughs> 現象。<laughs> なんでよあ 写真と違うよ <laughs> だから2冊買うなよ <laughs> ちょっとまずここで調べようこれまず調べるねえー、っとああできたできたそのじゅん美術準備室が呪われているかそれとも彼女自身が呪われていたのか前者だった場合は青海町自体が関連している可能性が高くこのマキシの歴史を知っていく必要があるかもしれないがいかんせん青海町の城が少なすぎるのはネックだ なるほど。学校が乗られてんのか、街自体が乗られてんのかか。こんな2冊も買うなよ何 <laughs> さっきも置いてあったやんか。<laughs> これを買う教師の気持ちと来たらよ。<laughs> え、何教師、誰かこのまま、なんか、何私も買ってみたいあなたも買わないみたいになっちゃってんじゃん。もう、壺の宗教じゃねえんだからさ。あ光った。あれ これに触れるだけで何かちょっと机の配置が変わった。いじめられる人が少なくなった。ほら。さっきあそこ一つだったもん。だからいじめがなくなった。これもう一回調べるとどうなのあ、二回調べると、元の位置に戻る。あ、でも、この位置にしようってことだよね。あ、でもさ、これもう一回調べるとどうなんの逆に。はい。はあ、いじめられる。 あ、一面ちょっとなくなった。あ、完全に一枚がなくなった。なるほど。まあ、この状態じゃないとガコンって言わなかったから多分これはもう、行くしかないってことか。これが消えてる。先行きけるくん、ね。ここの教室には入れないけど、俺にはわかる。この教室誰か見てくるよ。 誰か見るんでしょ見えないわ <laughs>。このメモし気になるな。教室が誰か。メモがここにあるってことは誰か出てくるよ俺に上がる。ビビーの俺に上がる。ほ、はい。えあの人、またタコのセットと喧嘩したって、走っゃないわね。 昔からあんな人ではなかったみたいですが、本当かとうかせ口調が、ど、どうなってんねん。<laughs> 何書き口調と話し口調が混ざってないかい <laughs> <laughs> ちょっとなんか、ちょっとお嬢様口調に寄せようとしたけど、失敗した人みたいになってるよ。ふっ。えっえ,っえっさっきみたいに笑い声聞こえないぞい。ようやく自分も実況者として認められるようになってきたか。よかったよかった。 この辺りそろそろクスクス笑われる声を持ってたんやけどな。いやー、よかったよかった。んなんか見覚えある人いたな。<laughs> なんか見覚えのある、ちょっとだけ見覚えあるような、なんかちょっとモデリングがちょっと違ったような俺を知っている。俺の知ってるモデリングじゃないけどなんか知ってる人いたな。笑,笑われはしなかったけどこっちみ、こっちの話してたんだろうな。<laughs> 手形つかないのかなまたつったたびずっと見てたらしつこいわよな、とたってすっぱり飛んできちゃうんでせえへんかな <laughs> よし、酒飲むぞ。はい。結構なんか、縦に長いな、この校舎。こうしてみると。<laughs> なんか、普通なんか校舎って思ったらなんか横になってたりしないなんか横の分かり道とかない <laughs> ただただ無駄に縦に長いんだけど、この校舎。<laughs> なんかもうちょっと分岐点ないのさすがにそんなも,ものを作る余裕はないだろうけどさ必要ないし <laughs> 縦にただただ長いんだけどこの校舎教室は入れないあでもこっちちゃんと椅子あるさっきの教室には椅子なかったのにここもちゃんとあるよ あそこの教室だけだよ机だけだったの <laughs> 椅子すらなかったからねさっきのさっきの教室椅子もなかったからねなんだったら座り方が分かんないもん机に座って授業受けてるのおっなんだ電気がまあそうだよな普通に廃校にしたらもう電気代なんてね普通ないもんやもんだからな廃校って普通電気が通ってるわけないもんなまあそれは電気も落ちるよなでもなんか電気ついてるけどなあそこだけこれは ちょっと明るいよあっえっははははははちょっとごめん <laughs> ちょっとごめん <laughs> 特徴的すぎるって <laughs> <laughs> もうこれねこの角度で分かっちゃうんよ悪いけど <laughs> この角度で分かってしまうなぁ特徴的やなぁ分かった分かった分かった,かったいくわいっおっえっ多いなあ,あ横いけないわ みんな座ってる。<laughs> 知ってる人多い。あ、でもモデリングうんたらかんたらはこれあれか。単純にみんなそうか。<laughs> うん、割と比較的みんなわかるもん。なんか髪型でわかっちまうのはなんでだろうな <laughs>。全員集合してしまったな。こんなところで <laughs>。みんな座ってんな。一人だけあそこの、あ、でも、ぱっと見、あれだね。みんな椅子座って、 でも一番前は座られてないな。こうして見ると。やっぱ先生の一番前って嫌だよな。わかるわ。<laughs> あの、なんていうかな。教団からさ、一番、一番前のあそこ。あそこ絶対座りたくないことで有名だからな。すげえ再現されてんな。何お、やあどうもこんにちゃーす <laughs> 底辺分野からってそうやって言わんといてくるねー。 おい、底辺部位やからって、泣くぞ泣くぞおい <laughs> ひどいひどいよお前ら。お前らそういうのひどいよ。<laughs> 俺がたらたら1950人のね、なんか位の皮被っただけの人から、人だからってさ、そうやって人のことを笑ってさ、あの、底辺はこっち来んだよみたいなさ、追い詰められた小学生みたいなやめろよ <laughs> 底辺部位追い詰められた。泣きたよ。<laughs> 大手位にじめられちまった俺、いよいよ。<laughs> 俺が悪かったよ。分かった分かった。ってことはさっきの E を調べるとみんなでこっち向くってシステムだったのか。<laughs> <laughs> 底辺部位を嘲笑いやがってこの野郎。<laughs> 底辺部位があってくるくるねえ、辛いんだよきっと。<laughs> 俺以外に実況してる人みんな同じこと言ってると思うぞ多分。あ、待って。だいぶ崩壊してる。こっちのところはだいぶ崩壊してるぞ。どんどんね、あ誰かいるよ。まあ、いるね。<laughs> 間違いなくいらっしゃいますね。ちょっと動いてんな。よく見たらちょっとふらふらしてんな。おーあ、やばいばれた。やべ俺の存在がばれた。バリケード払えた。こっちに近寄らないでやって、バリケード払えた。あー、もう少しでも可愛い女の子を見つけて歩こうとするとバリケードが払えるのか。オタクに厳しいシステムやな、このゲーム。<laughs> うーん、ひどいなぁ。少しでも、あかわいい子って思って近づいたら、もう、ば、こうやってバリケード張られんねやもんな。迂かに投進しとったら、そのまま巻き込めて死ぬんやろうな。いや、オタクに厳しい世界やな、このゲーム。割と。<laughs> このままさ、リアル的に言ったら、走ってさ、おーい、そこかわいい子って言ったら、ぐしゃーってなって潰れんねやろ。やだなぁ。<laughs> これは、一応メモだよね。ほ、はい。土砂災害の記事。10時10分前後。 えー、青海町で大規模な土砂災害が発生。もうかなりだいぶ土砂災害発生しまくってるけど、この学校。<laughs> かなり悲惨な事故になったようだ。数日前の大雨で地盤が緩んだことが原因とも言われているが、中には青海町に救う亡霊の仕業とも言われてるらしい。でもそうやって決めつけんの良くないからね。なんか何かとそういう噂話とかでさ、そうやって決めつけてさ、なんか不,不幸の子とかそういう風にするのって非常に良くないからね。うん。あのー、そういうのね、 そういう概念。なんか固定概念は取っ払わないとダメだよ。だから君可愛いね。うん。だから君可愛いねっていう。でも俺ね、この固定概念は断らないお。君可愛いねって言って近づくわ。お君可愛いね辛圧。<laughs> <新夏> <laughs> <laughs> 皆さん固定概念忘れましょう。可愛い子だと思って近づくとね、大体ね、こうやって痛い目を見ます。はい。辛圧です、このゲームは。<laughs> 割と辛圧だな、このゲーム。